さあ、それではベヨネッタ3の続きやっていきます。さあ、今回はチャプター9、飛び立つ。どこへ飛び立つのかはちょっとわからないけれど、やっていきましょう。さあ、いよいよね。ギザ・アルハラム。ふむ。立ち止まっていても仕方ないわね。というわけで、ここは前回戦ったところ。一応大丈夫っぽい。アイテムもなさそうかな。意外とああいう崖を降りた後ろ側にあるとか。カエルくんか。今回も同じようなところにいるのかな。なんか変なものがあると思ったらここだけ飛び出てるんだ。なるほど、ちょっと面白いね。風車、面白い形だよね。ダブルで回るところがあるっていうのはなかなか興味深い。これはマジョの谷。手に取ると誰かの記憶が頭の中に流れ込み、まるで映像のように再生される。周囲の気温が急激に上がる感覚とともに、視界の先に陽炎に揺れる一団の姿が見えてくる。灼熱の砂漠を行く人影たちは皆日よけのベールとマントに身を包んでいる。何かに追われているのだろうか。その足取りは急いでいるようだ。ここなら一人の女が一段を離れ、目の前にあるひときわ高い砂山を登り始める。流れ落ちる砂をものともせず軽やかに跳躍すると、女は一気に頂上へとたどり着く。息を整えベールを外すと長い髪がほどけ風になびいた。どうやら追ってはなさそうね。どこまでも広がる砂漠を見渡し、そうつぶやく。しかし彼女に安堵した様子は微塵もない。彼らを守ってここまで来たけど、私はこのままでいいのかしら。思わず空を見上げると脳裏に上官の最後の言葉がよみがえる。皆のことは頼んだぞ。戻ってくることは許さん。再びまみえるその日まで彼らと共に生きろ。まっすぐに見据え伝えられたその言葉に背くことなどできない。女はゆっくりと目を開くとキピスを返し、麓で待つ人たちのもとへと砂の坂を滑り降りる。さあ、この先に人里があったはず。ひとまずそこまで行きましょう。もう迷いはなかった。女は皆を先導し再び歩き始める。揺るぎない強い決心が固まった感覚を最後に、脳裏に浮かんだ光景が消えていく。ふむ。前々からそう、なんていうか、民たちを連れていく人たちが、人たちというか女性がいるみたいだけど、こういうのはなんていうか、もうちょっと解釈するなんていうのかな、脳みそぶっちゃけて言えばその解釈度が俺は弱いので、もうちょっとなんていうかはっきりと書かれないとわからないなみたいなところがございます。よーし、滝の裏は積極的に見ておきたいかな。そしてこういうのってゴーエンとかあらかじめ、こう怒りを燃やせ、釜をたけ、うおお、この辺を、そして最後は銃撃しまくる。よし、
いいぞいいぞ、いった、こっちの番よ。うわー、残念、いいよ、どっせーい、あーずるいぞ、これはどう、その調子、いいね、バレバレよ、くらえ、思ったんと違う、遅い、あんまりフィニッシュまで持っていけないな、一応ゴールドだけど、なんという微妙さ、うん、こうやって振り回す動作があるからついつい一回の攻撃のように感じちゃうけど、なるほど、結構なんていうのかな、コンボが終わって最初の一発に戻ってしまうって感じがするね、なるほど、お、いたいたいた、なんか普段と、普段というか違うカエルとやっぱり鳴き声が違うのかな、こんなところで歌ってたのね、うん、不思議だな、やっぱり今まで探してきてたからなんとなくわかるのかな、そんなになんていうか違いを感じられなかったけど、俺にも魔女の力がだんだん宿ってきている説というわけのわかんないこと言いながら、なんかそこ気になるな、く、特に何もない、特に魔女の力に目覚めたわけではなかったようだ、さてと上までは行けそうにもないかな、うん、わお、なこの中ちゃんとそうやって描かれてるんだ、なるほど、お、パンチパンチキック、はあ、ちょっと落ちる、自分が動くから、お、ムーンパールのかけら、ラッキー、よし、上は無理かな、この下は怪しいから行ってみよう、うん、特になんてことはなかったぜ、ここは行けそう感あるから頑張ってみようか、でも何かがあるわけではない、これに手応えはあるだろうか、何もなさそう、お、あるある、あとは大丈夫そうかな、よし、
おっと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 、待って待って、なんか行けそうにはない雰囲気だが、まあいっか、ダメージ覚悟でちょっと降りてみるか。あ、ダメだね。ああいうところなんていうか、行けないようにしてくれてればわかるのにな。間に何かいそうかん。そういえばベヨネッタって逆方向に何回もこう壁キックとかはできないよね。ほうほほうみたいな、あのおじさんとはちょっと違う。狭い。急がば回れってこと？あんまり好みじゃないんだけど仕方ないわね。風だけでこんな遺跡が吹っ飛ぶほど。おお、この霧はホムンクルスの影響じゃないか。立ち止まっていても仕方ないわね。さっきこんなところあったっけ。見落としてた普通に。全然あの物を探す力がなさすぎる。たまーには裏を見ないと。こういうところに隠しバースを通路があったりするから。何あれ、急に魔界見えた感じになっちゃって。あれがマルファスかな。仲良くしてくれそうかどうかは分からないな。飛び立つってそういうこと。ここは魔界の正気に満ちている。まさかこんな場所があるなんてね。やはりあれは魔界の住民なのか。ふむ、魔獣とは相性が良さそうな感じがしますけど、この武器でかくてちょっとなんていうか周り見るのに適してないなと思った。ここは行けそう。お、来た甲斐があった。よし。会長たちを全部、お、消えた。挨拶すると何かがあるみたいな。どんどん飛び立たせてみよう。お、羽を休めている悪魔マルファスを20体飛び立たせる、ちゃんとある。さあ、ここはコンボポイントを稼げ、火山弾を避けながら、火山弾を避けながら、いつの間にか荒くねヨーヨーになっている。ということはこっちの方がいいのかな。武器セットは、アラクネがついてるんだからこっちの方がいいのかな。敵は死なない、火山弾を避けながら。はーい。
よし。待って、何？いつ火山弾来た？我ら闇は不滅なり。全然見えてなかった。なるほど。ベヨネッタが動きながら攻撃する方がいいのかな？全然気づいてなかった。あ、来てるやつか。これか、今の予測弾。今のはいけるかなって思ってた。コンボポイントを稼ぎながら、避けながら、おっと、嘘、ちょっとそこは判定広くない？よくわからんが、結構むずいなこれ。逃げろ逃げろ。どうなるかな。やばい。なあ、今のでダメなの。思ったよりも判定がでかい。というわけで、撒き散らせ。なんかあとさ、予測弾の部分がなんか消えたりするのが困る。いいよ。これはまだ大丈夫だ。大丈夫だと思うけど。どうなんだろう、怖いよこれ。よし。やばいやばい、コンボが切れる。あ、切れちゃった。やば。ちょっとよろけないのもちょっとなんか問題だなこれ。よし。ちょっと待って、後ろのやつが見えない。またか。ちょっと待って。待って待って待って、リトライリトライ。とりあえず撒き散らせ。よし、いいよ。く、途中でやめるとかやめないのか、どっちか下前。よし、いいよ。よし、逃げろ。おお、なんとか。もう一方の敵はどうなったんだろう。ずっと巻いといた種にやって、あれ、ちょっと待って、バースが一個抜けている。わあ、目の前に。立ち止まっていても仕方ないわね。上の方なのか。あ、そこで戦う。でもさ、まあ戦ってみるか。戦ってみてバース抜けがあったらちょっと困るっていうか。当たらない。
なるほど、これはまだ進まないタイプのやつだな。バース2。え、嘘、避けたって今のは。なっ、かっこいい、なんていうかその蹴り。まずは軽く一発。当たってませんよ。よし、まだいるっぽい。あ、なんだ、懐かしいやつが出てきた。よし、撒き散らせ。おっと、なんか今ちゃんとあのバッドウィズウィン出したと思うんだけど。それで全力。ふう、避けた瞬間にすぐ攻撃を入れたとかそういうことでダメだったのかな。まあまあしょうがない。よし、なんだかんだバトルシーンがねとっても楽しいので、ちょっと今のは狭かったから敵の攻撃も見づらかったけど。ロックオンを固定するってついつい忘れがちだから、ああいう敵が1体だけっていう時は積極的に固定させていかないとね。うん、さっきあっちの方には行ったんだから、よし。お、どうもどうも。まあ多分大丈夫かな。お、ジャニーよく言われたっけ、覚悟が足りない、それが弱さだって。これが私の覚悟よ。今行くわ、ジャンヌ。
ぶっぱその翼と鍵爪頼りにしてるわよ。まさかの、え、待って、周りに敵が出てきたけど、なんていうかチャプターすぐ次にまた新しい魔獣が使えるようになるとはすごい大盤振る舞い。風を巻き起こす、舞を謳歌すると羽ばたく、その際強力な突風を巻き起こす、その風は強力で敵を吹き飛ばすことができる。鋭い鍵爪、その足には鋭い鍵爪がある。敵を攻撃するためにも使えるが、握力も強力で敵を掴んだり重いものを掴むことができる。強靭な翼、マルファスは常に飛行しており、 B を謳歌するたびに高度を上げていく。敵は物を掴んだ状態で飛行することもできる。ふむ、次から次へとキリがない。ブー、あなたの羽ばたき見せてあげなさい。いいよ、出なさい、やっちゃいなさい。いいよ、羽ばたき。ソロモンの鍵爪の前にトーチアタック、ついついお仕置きしたくなっちまう。鍵爪、おお、いいぞ。じゃあそいつを狙って、いいよ、掴んだ、でー、投げた、すごい鍵爪攻撃。よーし、羽ばたき、よーし、いいぞ、やりなさい。いいざまだ、呼吸が必要ね。よし、なんか懐かしいやつがいるな。決めなさい、かっこいい。かっこいい。ふう、急がば回れとは言ったものだ。すごい、お姫様助けに行くシチュエーションだ。急がば回れ、たまにはやってみるもんね。期待ほどじゃなかった。この先もう少し楽しくなるのかしら。ギザ、競争の祭典と読むのかな。あまりにも漢字が難しすぎてわからない。ふむ、すごく先が気になるが、時間的にはちょうどいい感じ。なるほど、マルファスとは今仮契約できてるのかな。魔導術大全マルファス、今のところはこれだけ。完全に契約できたら成長させられるかな。マルファス詳細、そういえばバールの時これ見たっけ。見てないね。まあいいでしょ。字がちょっと見づらいから。空を覆い尽くさんばかりに巨大な翼と鋼のような鱗に覆われた体を持つ暗天の覇者、
好奇心旺盛で、魔界だけでなく人間界もくまなく観察し、広く知識や秘術を身につけている。身なりを整えることに余念がなく、美しい宝石や装飾品でその体をまるで貴族のように着飾っている。だがその性格は残忍で、出会った者はたちまちその鋭いくちばしと爪でズタズタに引き裂かれるという。ほう、うん、鍵爪引っかく気満々。握手は無理そう。握力もすごそうだよね。たくさんの目がいっぱい。ダメ、私これ見れない。あの目がいっぱい系のその虫とかね、そういうの苦手な人は結構いますよね。大きな翼、魔力を込めてすごい風を起こして何でも吹き飛ばす。長い尻尾、尻尾が3本もあるけど、よく見ると細い2本は蛇の顔がついてる。怖っ。そうなの？よく見るとと言われてもちょっと蛇の顔がわからんけど。ディテール、高さ約36メートル、12トン。魔界ゴエディア渓谷出身。宮殿のような住処の建築が得意。んーと、1万歳以上の生態を召喚している。おお。なるほど。着飾ることが好きで、なかなか。しかも、なんていうか勉強熱心って感じかな。魔界の住民たちもなかなか、その、面白いね。よし。バールのやつも調べられるかな？あ、こっちじゃない。どこで見ればいいんだろう。これか。あー、ここでは見られないんだ。さっきというか、この前見ておけばよな。まあ、そのうち、わかるでしょう。うん。あ、しまった。普通に続けようとしちゃったけど。でもまあ、ちょうど区切りもいいので、一旦ここで区切っておきましょうか。なかなか戦いが楽しみは楽しいんだけど、なかなかベヨネッタらしいかっこよさは作れてないかな。新しい技も試せたから、まだ良かったかな。うん。デッドエンドエクスプレスはなかなか難しい。コンボをさ、こうやってやっちゃう癖があるんだけど、武器によっては最初から後ろ前キックとか後ろ前パンチとか、こういう技を使った方が楽かもしれないな。これは使いやすそう。うん、溜めすぎると良くない。なるほどね。ベヨネッタが動きすぎて、なんかちょっとそのこうやってさ足場から落ちてしまうっていうのがあるからな、なかなか難しいね。よし、じゃあ今回はここまでしておきたいと思います。さあ、それではまた次回よろしくお願いいたします。